ってことは誰か一人だけ落ちるってこと。そういうことになるわね。このオーディションっていうのは死んだ人が新しく生まれ変わるためのオーディションなんですよね。そこからオーディションを受けることができるのはどんな人たちなんですか。前世に強い未練を残した人たちよ。私、新人コウノトリの手足の長さを。はい、よろしく。バリバリ気合い入れてこうぜ。はい、ようこそ生まれ変わりの聖地リバースタジアムへ。今回用意された新しい命の数は12個。見事合格した者にはこの新しい命を与える。それではただいまよりリボー生まれ変わるための命のオーディションを始める。さあ1、フランスの英雄ジャンヌ・ダルク。さあ戦おう、神は勝利を与えてくれる。エントリーナンバー2、イギリスの劇作家シェイクスピア。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。エントリーナンバー3、世界三大美女の一人クレオパトラ。国を支配するのは男、その男を支配するのが私。エントリーナンバー4、同じく世界三大美女の一人楊貴妃。世界一の美女は一人だけ、それは私よ。エントリーナンバー5、同じく世界三大美女の一人小野小町。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせしまに。エントリーナンバー6、モンゴル帝国を作ったチンギスカン。モンゴルの草原をかける青き狼、またの名をテムジン。エントリーナンバー7、悲劇のフランス王妃マリー・アントワネット。パンがなければケーキを食べればいいんじゃない。エントリーナンバー8、フランスの若き皇帝ナポレオン。世の辞書に不可能の文字はない。エントリーナンバー9、戦国時代の英雄織田信長。泣かぬなら殺してしまう、おととぎす。エントリーナンバー10、織田信長を本能寺で撃った明智光秀。敵は本能寺にあり。エントリーナンバー11、オーストリアの作曲家モーツァルト。夢を見るから人生は輝く。エントリーナンバー12、イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチ。充実した一日が幸せな眠りをもたらすように、充実した一生は幸せな死をもたらしてくれる。エントリーナンバー13、チャームポイントは笑顔、ベベ。頑張ります。え、13人？13人いんのか。うん、確かにいる。 あの命の数はいくつでしたでしょうか。12個よ。ってことは誰か一人だけ落ちるってこと。そういうことになるわね。明智光秀こそ生まれ変わる価値はないわ。喧嘩はやめてください。ダービーちゃん、もっと大きい声出さないと聞こえないよ。あー、なんて野蛮なのね。え、あなたたちお茶を入れてくれない。なんですって。かしこまりました。ちょっとちょっと違うでしょ。私たちは世界三大美女、あなたの次女じゃなくてよ。へー、あなたたち美女なんだ。それは嫌味。皆の者、うだうだと騒ぐでない。真の英雄とは安楽な死よりも険しき道を選ぶ。いや、いやまだだ。我が輩はあえて茨の道に飛び込もうぞ。いいこと言うね。いやいや、ちょっと待て、何かおかしい。何がおかしいんだ。明らかに一人だけこの中に場違いな奴がいる。場違いな奴？誰だ。お前だよ。私？いいじゃない、なんだチャームポイントは笑顔って。だってそうなんだもん。お前名は何と申す。ベベ。誰かベベという偉人を聞いたことがある者はいるか。ベベ。合格する者、不合格の者、選ばれし者と選ばれざる者、弱肉強食、勝ち組負け。そうです。
ですね、今回こぶしファクトリーとビヨンズで、まあ、2組で舞台をやるっていうのが初めてなのですごい楽しみなんですけど、まあ、今回のリボーンは、まあ、再演ということで8年前のモーニング娘さんのリボーンの舞台を再演するんですけど、前回と違う部分が何か所かありまして、まあ、曲数が増えたりだとか盾もすごい多くなってるんですけど、新キャラクターでナポレオンとか、はい、マリー・アントワネット、はい、そしてショパンの3人が新しく参加するということで見どころ満載になってます。まあ、私は何者かわからない役なので、こう舞台を見に来ていただいてその謎を解いていただいたらなと思います。私はジャンヌ・ダルクっていう役なんですけど、もうこの人は本当に有名だし、もう誰もが知ってる偉人なんですけれども、こう19歳という若さでこう死んでしまったんですけど、その中に強い思いだったりとか、この強い女感を出していきたいなっていうふうに思ってます。楊貴妃を今回私は演じさせていただいてるんですけど、ちょっとこの三大美女と言われる中で、まあ、なんだろう、ちょっとこう三大美女ってのは、まあ、はいはい、3人なんですけど、はいはい、ちょっとこう一緒にいることが多い3人なんですよ、うん、の中でもこうちょっとおばっかみたいな天然なのかな、なので、まあ、それを普段から普段からじゃないですけど、まあなんかこう表せたらいいなと思って日々苦戦しながらやってます。桜子ちゃんはそれ美空ひばりじゃなくて美空ひばりさんではないんですけど、はい、そうです、私は三大美女のクレオパトラ役をやらせていただいてるんですけど、そうです、この鳥がいるんですね、ここに。それがこの衣装のチャームポイントになってます。こぶしファクトリーさんとの共演っていうのが、私すごいこぶしファクトリーさんが大好きなのでえ無理しなくていいのよ本当に好きなので、緊張ちょっと見られて緊張しちゃうんですけど、誰が好きなんでしたっけ、いいですか、特に好きなの井上礼さん私が恥ずかしい、ちょっと頑張りたいと思います。進行役なので、滑舌が結構こう苦戦したというか、滑舌がちょっと悪いみたいで、こう読むシーンが結構あるんですけど、そこにちょっと苦戦した部分があって、こう結構練習してます。生麦、生ごま、生卵かわいい縦、はい、の立ち回りを頑張ってやってるので、そこも見ていただけたら嬉しいなと思います。これをちょっと今見せてもらえるのかな、おっとここで今はちょっとあ、ダメ、やっぱ舞台に見に来ていただかないとなるほど、そうですね、今までやっぱり喋ったことない子が多くて結構なんですけど、この舞台の稽古が始まってから結構喋る子が増えて、うん、すごい私的に嬉しいですね。なんか、あ、今まで怖いと思われてたのかなって思ったんですけど、怖いのは間違いない間違いなくないですよ、怖くないです。今ちょっと喋ってると私も嬉しいですね、あ、浜ちゃんが後輩と喋ってる今回浜ちゃんとまだ話してない人いやいやいや、あ、全員話した、はい、よかったよかった、じゃあもうチームワークもバッチリでバッチリですね、もうみんなの心は一つになってますから、なるほど、はい、はい、この舞台はすごい大人数でやっていて、それぞれの個性もしっかりありますし、笑いあり涙ありのとても面白い舞台なので、ぜひぜひたくさん見に来てほしいなと思います。お待ちしてます。